はい、マノチです。よろしくお願いします。メジャーライフやっていきましょう。何する？ニコルちゃんだな。いや、俺ね、ちょっと考えたんだけど、シンシアちゃんだっけ？料理の子。俺無理だと思うんだよね。そのいただいたコメントだと、僕が見た攻略サイトだとシンシアちゃんと付き合えないそうですよっていうコメントいただいて、仮にいけるとしても今年いっぱいしか遊ばないこのゲームでシンシアちゃんとどうこうっていうのこと自体がもう無理だと思うんですよ。なのでニコルちゃんだったらいけるのかなと。まだなんか結婚できないにしろ、お金がないからさ、指輪も買えないし、結婚できないにしろ、まだニコルちゃんとの方がこうイチャイチャできる可能性があるのかなと思って、ということで、ニコルちゃん行きましょう。まあ、まず目標あれですね、外に連れ出してデートですね。ニコルちゃんとできるのかな、ちょっとそれもわかんないですけども、ニコルちゃんだったらどこにいても会えるんで、ニコルちゃんで行きましょう。決めました。インサイドコーナーボール、ナイスボール。そして2球目、流し打ち、どうだ、まだ伸びる、ぐんぐん伸びる。今投げてた選手さ、なんかグラフィックが連動さ選手みたいな。メンディ元気かな。そういや、あのプロスピーエースでさ100連やったじゃない。低めわずかに外れてボール。でまあそれを目標というか目的にやってたからさ、まあいずれ100連したことはいいんですけど、あの気になるコメントがあって、ワンアウトです、第3弾まであるかもよってコメントもらったの。それがねちょっと引っかかってて、第3弾あったらできないからね。第3弾があるんだったらちゃんとそれより俺貯めてたと思う。ちょこちょこと中途半端に10連やったりはしてたの、250エナジーを使って。その分をちゃんと取っといたんだけどな、第2弾までだと思ってた俺は。ただなんかあれだな、第2弾やったらプロスペースやめそう。初球外れました。まあそもそもねスマホゲームがあまり好かない人間だからさ俺が、まあ、その中で結構続いたかなと思うね。俺はやっぱりね、ゲームといえばね、テレビに向かってコントローラー握りしめるっていうのがね、やっぱスタイルとしては好きだね。ゲームやってるっていう、遊んでるって感じがして、スマホゲームで嫌なのが、なんだろう、縛られるんだよね、その時間に。例えばスタミナだって言ったらさ、そのスタミナ消費しとかなきゃとか。でまあゲームによるけどさ、だいたいまあ週ごとにイベントが来たりするじゃない。まあ2週間でイベントとかさ、まあこの1ヶ月はこのイベントですよとか。でまあそれを消化しとかないと後々きついとかさ、まあそういうのがねあんまりこう好かないんだよね俺は。うん、がない。ニコルちゃんと話したい。あ、明日の動画撮りダメです。何でしたっけ？病院行ってきます。まあ今回の病院に関しては、ホーム帰ったら料理してな。ニコルちゃんで行くと言ったばかりだけども、料理したいな。ホームにいるときは料理しようかな。料理したいな。やっぱり好きなのはシンシアちゃんなんだよな。まあ。ていうかさ、俺思ったんだけど、奥井に料理作れんのかな今これ。奥井が違うチームにいて、料理スキルは上がってってるけどさ、どうなんだべね。
これ、マイデータの趣味情報か。料理 D か、まだ D か。オークリーに美味しいと言わせるために勉強しよう。 D か。ただなんかもうちょいでなんか上がりそうだよね。なんか料理 C ぐらいになればまた世界変わるんじゃないか。まあ目標あれですな、オークリー、オークリーに美味しいって言ってもらおうね。ブレブレだな。仕方ないだろう、ブレブレだな。何故に仕方ないのか分かんないけど仕方ないって思ってくれ。で俺なんか話してたよね。あ、そう、病院なんだけど、まあ、別に今回に関しては手術とかもないんじゃないかなと思ってて、まあ若干ねちょっとおへそ周りがね若干やばい。さあ初球ストライクから直球打った。あと金玉の裏も若干やばい。ただまあ若干レベルなんだよね。あの前回行った時は俺手術覚悟で行ってるのさ、あの左脇のところね。さあ初球ストライクから、その時に比べたら俺の中では全然余裕タップしなの。今回は手応えは十分か。入りました。なのでまあおそらく手術とかもないと思います。お薬をもらって終わりかなと。だその金玉の裏っていうのは、まあ、何回か経験があるから分かるんだけど、おへそのところが初めてなのさ、初めてなのさ、今までないのよ。初球打ち流した。あのおへそと言っていいのか分かんないけども、腰回りは経験あるんですよ。もうそこはもう手術もしてるんですけど、ちょっとそことおへそはまた違うじゃん。でなんかおへそってこう穴もあるし、なんかこうなんか人間の急所的な場所だし、まあ、そこがちょっと引っかかってるかなぐらいけど、まあ1球外してボール大丈夫でしょ。結構こう気軽な気持ちでいきますよ。まずは先頭バッター、うまい。いやー、料理でいいのかな。オークリーに料理おいしいって言ってもらったところでだよな。この疲労は減ってかないのかな。あーやばい、撮影する前に時間見るの忘れた。何分撮ってるか分かんない。だいたい20分ぐらい前後で終わろうと思ってるね毎回ね。しばらく料理の出来まあまあだろうな。これはよし、バッティングセンター行きたい、行ってみたい。なんかねこう俺のイメージではね、俺イメージだよ、その、まあ、バット振ったことぐらいあるよ。バッターボックスに立ったことがないっていうだけで、バット振ったことぐらいはある、もちろん子供の時にね。で俺のイメージでは、あれ意外と間の内打てるんじゃねみたいな、素人とは思えないんですけどみたいなセンスを見せつけるんじゃないかなと思ってる。まあ、実写動画をね本格的に始めたら、まあ、もうちょっと始める予定なんですけども、体の調子を見ていける時に行ってみたいなと思っててね。意外なセンスを見せるんじゃないかなと思って、で家の鏡の前で俺は右バッターボックスなのか左バッターボックスなのかが分かってなかったから、とりあえずなんかちょっと構えてみたの。俺ね右だわ、あのねしっくりこのしっくりくる感覚が大事ね。ただまあ俺ね大体ゲームの時ってね左バッターボックスに左
左打者にするんだよね。あの好きな左打者が、左打者の流し打ちが好きなんですよ。あのサードの頭を超えるような、でライン際ギリギリにこうポトンと落ちるような流し打ち、今見せようか、俺が好きなやつ今見せますよ。さあボールワンから打ちました、詰まった当たり、スタンドに入りました。流し打ちの申し子として狙ったところに流し打ちできますから、俺は外角高め入ってねえよ。流し打ち狙ったらできねえな、ファールになるな。今の惜しかったよ、今のサードの頭を超えるような感じのやつがすごく好きかな。なんかねこう巧みだなと思えるんだよね。にしてもフィリーズ強えな、俺のやってた MLB ザショーと全然違うわ。俺のやつで MLB ザショーね、本当に弱かったからね、俺のやつとフィリーズは。ただまあそれでもね、あれですかね、最終回にワールドシリーズ優勝してますからね。だいたいね、俺がやるそのマイライフにしろ MLB ザショーにしろ、そういう誰か人一選手を動かしてやる企画の最終回は俺は大体持ってるところを見せる。あと栄冠もそうだね、本当に最終回にふさわしい内容になるようにできてる。まずは1球目カットファーストボール外れました、カモン。さあワンボールからカットボール見送ってストライク、ワンストライクワンボール、変化球ボール。あとあれかな、まあ、さここ最近で言えば、さあバッティングカウントから、まあ、競馬のゲームだったんだね、ウィニングポストの、まあ結構序盤の方だけど、アンダーソン取りました、アンダーソン取りました、あと2ランナータッチアップ。あのワールドキングっていう馬がいてね、で、まあ、その馬の引退試合ですよ、引退レースですよ、それもまあ、まあ、相当持ってたと思うよ俺は。いや俺のね華麗なる流し打ちを見せたいんだけど、ちょっとホームランの数を稼いでおかないとさ、寄付金っていうね落ちに向かって頑張ってるわけだから。あと32本か200本まで行きたいですね、32本行きたいね。そして4球目外角低めいっぱい停電任せとけー、ボールアッパンにわずかに外れた。さあボールワンからサコボール見送ってストライク、どうだ入るか入るか、バッティングセンター来てえな、バッティングセンターって金属バットか、ストレートを見事に捉えました、貴重な一発を放った、金属バットじゃないと嫌だよ俺は、前に飛ぶ気がしないもんね。もうその金属バットと木製バットの違いっていうのはその体感したことはないけども、せずとも分かる、絶対金属バットじゃないと俺は飛ばない。うまい、まあここ最近あれですね、ジャイアントキリングの話をよくしてるんですけども、コメントでいただいたんですけど、怪我した人の中でドリさん忘れられてる気がとコメントあって忘れてるね、喋ってなかったね。まあ俺もスポーツはやっててさ、でラグビーやってた時に腰やっちゃったことあるけど、でまあ救急車で運ばれたんだけどさ、その時はもう首から下動かなくなって、んやっぱ怪我ってやだよね、そのスポーツ選手にとっての怪我っていうのは本当にスポーツ人、そのスポーツでのそのスポーツ人生を狂わせるよね。俺は狂ったからね。今美味しいって言ってたね。もうちょいで上がるんじゃないの？
料理スキル。結局ブレてるもんな。何していいか分かんのな。ニコルちゃんに行く言って料理しまくってるもんな。まあ、しまいには今の目標、オークリーを喜ばせることだからね。とうとう男に走ったかな。よし。あとね、草野球やってみたい。草野球やってみたいな。こうみんなでワイワイとさ、まあなんかそれなりな気候の時に、暑すぎずみたいな時にさ、やっぱ熱中症とか怖いじゃん。さあ3球目、ボール1つ外した。ちゃんと水分補給もしつつさ、こうゆっくりさ。さあ4球目、外のボール黙った。サード掴んだ。1塁へ送る。スリー。まあ俺はどこの守備位置につくか分かんないですけども、俺がつくその守備位置には常に飲み物は置いておきたいね。まあ草野球でそのルールが通用するのか分かんないけど、なんだろう、危ねえから飲み物置かしてくれっつってさ、みんながいいよっつってそんな空気感でやりたい。なんかこうね、真剣にやったらもう絶対迷惑はかけるじゃん。迷惑かけるから、ストレートを見事に捉えました。7対0フィリーズリードを7点。なんかね、やってみたいな。こうのんびりとゆっくりと。全ポジションを守ってみたい。ストレート打った、ファールボール、打球はスタンドへ。でなんかこうさ、例えば、まあ、通常だったら1回代打出されちゃったりしたらさ、もうその人は試合出れないじゃない、交代したわけだから。けどなんかなんぼでも交代 OK ぐらいのルールだったりとかさ、なんだろう、本当なんかこう子供みたいに球投げて球打って走ってみたいな遊びをしたいな。すごくなんか楽しそうな気がする。さあ初球ストライクから真ん中打った、入るか入るか、入った、ツーランホームラン、ストレートを見事に捉えました。13対0。いや今日なんか俺な、バッティングセンター行ったらね、今その動画をもし撮ったらの話だよ、きっとコメントではね、マノッチのスイングやばくねとかさマノッチのスイングやばくねみたいなコメント来るんじゃないかなと思ってっからね、俺はね、本当に。運動神経だけは良かった、本当に。まあもう33になるをね、おっさんがね、学生時代の運動神経を自慢するのもどうかと思うけども、運動神経だけは良かったのよ。俺運動神経だけで進学し続けた男だからね。だからその運動神経の部分でなんとかカバーできるんじゃないかと、初めてのバッティングセンターってところに対してもね、なんかそう思ってるわけよ俺は。うん、おはいはいはい、おお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 お、進展。よーし、今日ここで終わりましょうか。明日は取りだめです。明日オークリーに食べてもらいましょう。まあ怖いのがね、この試合の後ホームを離れてしまうんじゃないかというところですね。まあそこ怖いですけど、よし終わりましょうか。終わりましょうか。はい、ということで、明日の分はちょっと取りだめになりますけどもね、明日はオークリーに、自慢の料理を食べてもらえそうだったら食べてもらいましょう。オークリーと結婚するかもうオークリーしかいないもん。はい、ということで、終わりましょうか。終わり、バイバイ。